踏会への案内所、ご案内人の黒田真彦です。こんにちは。なんかのリスクマネージメントものすごいインパクトすごかったね。インパクトなこう大変な話題からですねちょっとここで柔らかくしたいなと思います。非日常に参りましょう。そうそうそう、はい、ここでまた別の非日常にね、はいはい、リスクも大変なんですけれども、はい、非日常も味わっていただきたいということで、前回も私ども日本オーストリア文化交流会クライネ・クローネが年に一度主催します夜会、夜の会と書く夜会、まあ舞踏会みたいなものなんですけれども、そのご案内をいたしました。もうね1ヶ月ちょっと切ってるんです。11月の最初の土曜日、7日なんですけれども、うんうん、その話をしたんですけれども、はい、この間ね、そのいや別にダンス踊れなくてもいいんですよ、ね、ドレスもネットで安く買えますよみたいな話をしたんですけれども、うん、いやそうは言ってもやっぱり敷居高いんですよっていう声をやっぱり聞いてしまって、うん、あ、そうなのかと。ですかね、やっぱり敷居高いですか。あのね、私だいぶここで今日教えていただいてるから すごく身近に感じてるけど、普通あんまりそういう設定がない人はね、やっぱりはーっていう世界だと思うよ。はーってなっちゃいますか、やっぱりはーキラキラキラな世界かもしれないね。まあ確かにね、キラキラキラな世界ではあるんですよ。ベルサイユのバラの世界だから。あ、そうですかね。まあもともと私もそれが本当だったんですけど、知ってます、知ってます、そうか、その世代ですから。あ、そうか、バリバリよかった。そう、やっぱりね、だからちょっとハードルが高いのかもしれないね。ですかね。で、多分一番ハードルの敷居の高い部分はダンスと、うん、そうですね、まあ服装なのかなと思うんですけども。でね、ダンスは本当にね、私先週初めて大阪で練習会をちょっとやったんですよ、ダンスの。はいはいはい。でもダンスのダの字もやったことありません、うん、右足こっちですかみたいな左って言ってんのに右に行っちゃうぐらい の、うん、本当に初心者の方たち数人、10人近くだったんですけども、うん、いやもうね、皆さんね、10分15分私が右足どっち左足こっちってこうやりましたら、うん、10分でなんとなく踊れるようになるんですよね。あ、そう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 。もうそんなね、もう大層な社交ダンスっていうのは全然必要ないので、うーん、ですから皆さん本当に10分練習すれば踊れるようになんとかなりますので、ぜひぜひ特にね男性、いやなんかもう恥かきたくないからっていう方多いと思うんですけども、ぜひぜひお気軽に男性の皆さんね来ていただきたいなって思いますね。おしゃれもすごく楽しいよね。あ、そうそう、ね、女性はおしゃれして来てくれれば、うん、もう OK ね。それでなんとなく右左にこうやって、あとはもう飲んで食べておしゃべりしていただければ、うん、そうだよね。もう本当にね、あ、都内にもこんな雰囲気のこうイベントがあるのねっていうのさえ味わっていただければ、うんうんうん、十分なんですよ。また参加してくださった方がね、そんで楽しかったわよって、ね、そう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 、伝えてくださって広がっていくものだと思うから。そうなんですよ、ね、たくさんの人に参加してほしいよね。そうなんですよね。だからやっぱりなんていうのかな、こう今まで自分が経験したことのないことって、なかなか人ってこう、いや行ってみたい、いやでもねってこう行きつ戻りつしてしまうと思うんですけれども、うん、 そうね、うん、そこはやっぱりね、やっぱり人生いろいろこう、うん、踏み出すって大事じゃないですか。だから僕はそんな大したあれじゃないんですけれども別にそんなね、いやでもやっぱり小さな一歩でも、あ、じゃあちょっと行ってみようかなって興味を持っていただいた方は、うん、ぜひぜひね来ていただけたらなと思っています。うん、そう、その勇気がね、楽しみ、人生をまたもう少しもっと楽しくするし、そうなんですよ、ね、彩りは増えるしね、うん、私だって最初に一人でですよ、うん、全く一人でウィーンに行って、すごいね、舞踏会行っちゃったんですか。あ、そうですか。いや、現地の男性をちょっと紹介していただいて、うん、全く 初対面の方とね腕組んで行っちゃったので、それに比べれば都内だったらもう全然 OK だと思う、まあ、マキコもいるしね。あ、はい、私 もう手取り足取り、ね、やってくださるから、はい、楽しみですね。11月の7日だっけ、7日の、はい、ね、そうなんです。ぜひご興味のある方はご連絡いただければと思います。楽しみにしております。はい、マキコさんでした。ありがとうございました。黒田真彦でした。は